万頭会は、中国神話に登場する展開のよう池に、墨最高位の女性、幼稚金母の伝統的な生誕祭である。この頃は、影の木が最も強くなる時期とされる。幼稚金母が主催する、長寿と復帰を象徴する宴会として知られ、万頭勝る会、万頭大会や、万頭宴会など異名を有す。その名の通り、神仙が万頭を食する宴会である。 万頭会の開催の前に、幼稚金母が七千条を派遣し、万頭園の中の万頭を採集する。上級の奇跡や地位の高い親族が天界の養う池に集う。この時は若くて美しい女性の孫が霊主をかした美酒を幼稚金母に捧げるために祝いにやってくる。幼稚金母の戸黒島園には3,600本の桃の木があり、 手前の1200本は3000年に一度熟し、これを食べた者は千人になれ、中ほどの1200本は6000年に一度熟し、これを食べた者は調整不老が得られ、奥の1200本は9000年に一度熟し、これを食べた者は天地のあらん限り生きながら得るとされる。最有機にも記述があり、果樹への管理人に任じられた孫悟空が万頭会に、 自分だけ招かれなかったことを恨み、番頭園の中の桃を盗み食いしたほか、番頭会で老石を働いた。天界の権限大将が、番頭会の一つの針の杯きを手を滑らせて、割ってしまう。また、天よも義元水が、番頭会後、酔った勢いで出席者の一人である城賀に強引に、言い寄ったため、天界の刑罰を受けている。教科園でも記述を見ることができる。 桃花千子が展開の繁栄を示すために、幼稚金母の番頭会に来取りや、先住たちが招集され、舞い踊る。見えていたジョーガが、桃花千子に嫉妬心を抱き、幼稚金母の関心を買うため、百花を一斉に咲かせる提案を申し出るが、桃花千子の拒絶に、い、破断となる。初心の前で顔を失ったジョーガは、桃花千子への報復を行っている。 方針演技にも記述があり、幼稚金母の娘である、竜吉公主は、万頭会で酒を放じるときに、天気を犯したので、家会へ落とされ、鳳王山の青卵凍結に住んでいる。また、幼稚金母の万頭会は、再生演、どんずウき、通俗大民女宣伝、藩章子全連、八千徳道伝などの文学作品にも登場する。ありがとうございます。